マスクは「クはロシア語講座第3回」を始めてまいります文字を覚えて単語を覚えて規則を覚えて何かを覚えることが多くて最初は大変ですが皆様をロシアのの楽しいい物語の世界が待っています日本ではあまり知られていないロシア語によるさまざまな物語を一緒に楽しめるように必要な知識を身につけていきましょう。 本日は文字の学習をさらに続け、そして天気の話をできるようになりましょう。担当は、アレスルビオア、和田達郎です。それでは、ロシア語講座第三課、始めてまいります。古いラテンのことわざに、反復は学習の母とあります。 そこで本日はこれまで習ったものの中から最も難しいものと思われるものを復習することから始めてまいりましょう。ちょうどここにこういう手紙が来ています。こちら埼玉県所沢市にお住まいの滝上浩二さんからいただいた E メールです。ロシア語講座第2課では平序文、疑問文が扱われましたが、特に疑問文のイントネーションが難しいと感じました。とお書きになっておられます。 そうです。ロシア語の疑問文は、イントネーションでどのポイントが聞かれているのかを区別するしかないのです。ここに、ターニャ愛する犬をという疑問文があるのですが、これは3つの答え方が考えられます。ちょっとアラさん、3つのターニャ愛する犬を読み分けていただけますでしょうか。ターニャルビッツサバコ。ターニャルビッツサバコ。 つまり、ターニャは犬が好きなのですかあるいは、ターニャは犬を好きなのですか犬をターニャが好きなのですかこういう3つの疑問文があり得るそうです。それが、どの疑問文なのかということは、イントネーションの工程で判別することになります。この点、難しいとのご指摘を、 滝上さんよりりいいただいておりますご指摘の通り、ロシア語学習のつまずきのもとは複雑なイントネーションにあるかもしれません。イントネーションの構造は日本語のそれに異なります。とりわけ疑問文で問題になります。日本語と違って文の中の基地の情報と未知の情報とを区別して示す補助的な成分がありません。また語順の変更によっても 文中のどの成分が関心の対象になっているのか明示されることがありません。例を挙げましょう。え二つの単語からなる疑問文です。その人、アンナそして、クエスチョンマーク。 問題は、未知のその人が基地のアンナであるかを聞きたいのか、それとも基地のその人は未知のアンナなる女であるかを聞きたいのか、字面からは判断のしようがないという点です。答えが、A、その人がアンナですと変えるか、A、その人はアンナですと変えるかで、初めて何と聞いたかわかるのです。これが実際の会話ですと、イントネーションで判断できます。 どちらの成分にアクセントが打たれるかを聞き分ければよいのです。二つのパターンの違いを聞き比べてみましょう。これは、アンナですかえタアンナ。この疑問への答えは、はい、アンナですとなります。だ、アンナ。これが、アンナですかえタアンナ。に対する答えは、はい、その方です。だ、えタ もう少し練習を重ねましょう。次の質問に対する正しい答え方を考えてみてください。アントンは家にいるのですかと聞いているのでしょうかそれとも、家にいるのはアントンですかと聞いているのでしょうかアントン、うマ。アントン、どうマ。アントンは家にいるのですかという質問です。ですから答えはこうなります。だ、ドマ。 だどうも続いてこの人はイワンですかと聞いているのでしょうかそれともこの人がイワンですかと聞いているのでしょうかこの人がイワンですかという質問でしたですから答えはこうなりますだだ続いて そこにあるのは庭ですかと聞いているのでしょうかそれとも庭はそこにあるのですかと聞いているのでしょうかそこにあるのは庭ですかという質問でした。ですから答えはこうなります。そこにあるのは川ですかと聞いているのでしょうかあるいは川はそこにあるのですかと聞いているのでしょうかタムリカ タムリカ。川はそこにあるのですかという質問でした。答えはこうなります。だータだダータ兄は家にいるのですかと聞いているのでしょうか。それとも、家にいるのは兄ですかと聞いているのでしょうか。ブラッドマ。ブラッドマ。家にいるのは兄ですかという質問でした。答えはこうなります。ダーブラッド だ、ー・ブラッド。姉は家にいるのですかと聞いているのでしょうかそれとも、家にいるのは姉ですかと聞いているのでしょうかシストラ・ドーマ。シストラ・ドーマ。姉は家にいるのですかという質問でした。答えはこうなります。だ、ー・ドーマ。ダドーマ。そこにいるのはアントンですかと聞いているのでしょうかそれとも、アントンはそこにいるのですかと聞いているのでしょうか ダマントン、ダマントン。そこにいるのはアントンですかという疑問でした。答えはこうなります。ダアントン、ダアントン。これはランプですかと聞いているのでしょうか。それともこれがランプなのですかと聞いているのでしょうか。エトランパ、エトランパ。これがランプですかという質問でした。答えはこうなります。ダエトル。 エこれはどん川ですかと聞いているのでしょうかそれともこれがどん川ですかと聞いているのでしょうかこれはどん川ですかという質問でした答えはこうなりますランプはここにあるのですかと聞いているのでしょうかそれともここにあるのはランプですかと聞いているのでしょうか ランプはここにあるのですかという質問でした。ですから答えはこうなります。そこには月があるのですかと聞いているのでしょうか。それとも月はそこにあるのですかと聞いているのでしょうか。ダナダナそこにあるのは月ですかという疑問でした。ですから答えはこうなります。ダ 以上、疑問文のイントネーションを復習しました。ここでお知らせですが、本講座はロシア語の会話並びに読み方を学習することを主な目的として開講しました。が、ご要望に応じて、ロシアの文字の書き方を練習できる資料をサイトに掲載いたしました。ロシアの一年生が使っているのと同じものです。 なお、前回の宿題の答えもサイトに掲載しています。さて、ロシア文字の学習を続けてまいります。死音が21、母音が等あるうち母音は10個すべて学んでいます。死音は3分の1ほど学習が済んだところです。今日学ぶのは死音のグ、グクズス <laughs> この5つです。 さて、この5つの手札の中には2組のペアがあります。初回にさらっと触れましたが、優勢シーンと無声シーンのペアです。ぐ、く、優勢シーンと言いますように、喉から声を、つまり空気を通さなければ発音できないのが、グ<ッ>そして、ズ<ッ>です。 一方、口先だけで発音できるのが、く<ッ>、そして、す<ッ>、です。日本語の声音、濁音に対応するものと考えてください。そして今日学習するもう一つのシーンが、ふ<ッ>、です。日本語の波行よりも、大量の空気を喉から通す、強い音です。大声で、はははと笑う時の音です。もう一度聞いてみましょう。 では、すでに習ったシーン、そして、今日習ったシーン、さらに母音を合わせて発音練習をしてまいりましょう。アーラさんの後に続けて、またそっくり真似するようにして発音してみてください。日本語では普段使わない口の周りの筋肉のトレーニングになると思います。か、あく、こ、おく、こう。 ук, как, кок, лук, га, вга, ага, ига, го, вго, аго, иго, гу, вгу, а, Гу и гу. Гда, гдо, гду, гды, ка, га, ко, го, ку гу, гда, кта. Гдо кто? Гду кто? кто? Где? Когда? Ха. Ах. Хо. Ох. Ху. Ух. И. Ху. И. Ha i ho Ha 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 Ho 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 Ach Och Ukh Och ho ho

ku, gu, hu, sa, as, a, sa, so, os, o, so, su, us, u, su, si, is, i СМА, СТА, СНА, СПА, СВА, СКА, А, ЗА, О, ЗО, У, ЗУ, И, ЗЫ, ЗМА, зна, зва, зда, зла, зра, за, ас, са, за, зо, ос, со, зо, зу, ус, су, зу. Сва, зва. Сво, зво. Сву, зву. Ста, зда. Сто, сто. Сту, сду. Дра. Дра. Рва. Тро. Дро. Рво. Тру. Дру. Рву. Ра. Ар. Ро. Ор. Ру. Ур. Ры.

コットバンク銀行バンクトートケーキトートパーク公園パーククループクラブクループドゥク男の友達ドゥクカークどのようにという疑問詞です

<傘>ゾンお次は二音節の単語ですまずはアクセントが第一音節に来るものを見ましょう「ブク文字」「ブクカータ」「地図」 карта. Рыба. Сакана. Рыба. Группа. Групп. Группа. Много. Таксан. Много. Мало. Чотто. Мало. Утром. Асани ни тою вкусидес. Утром. Плохо. Варый плохо. Город. Мати. Город. Море. Уми. Море. Муха. Хае. Муха. Слово. Котоба. Слово. Сумка. Кабан. Сумка. Завтра. Аста. Завтра. 朝ごはんお次は二音節の単語アクセントが第二音節に来るものです「いつ?」という疑問詞です「うろく」「授業」「うろく」「ちぷろ」「あたたかい」「ちぷろ」「ざぼ工場」 ザットアッ昼食。あっ、ぴったんな。国。すかす。ラスカ物語。すかお次は3つの音節からなる言葉たちです。まずアクセントが第1音節に来るもの。コーン部屋。コーン 寒い次はアクセントが第二音節に来るもの女の友達パゴダ天気パゴ<ス>ダアフトブスバスーサバカ犬バカ スパイシーバ。ありがとう。スパイシーバ。続いて、アクセントが第三音節に来るもの。マラコ。ミルク。マラコ。ここで一つ、発音上の規則の話をします。文字それぞれの固有の音さえ覚えてしまえば、あとは書いてある通りに読めばよい。それがロシア語ですが、その例外として、アクセントのない母音が弱く曖昧に発音される。具体的には、 おがあのように、いえがいのようになるという話をしました。これが死因についてみますと、死因も5末の優勢死因が無性化するという規則があります。具体例に沿って見ていきましょう。ザボット、ラスカス、クップ、ドルク。 これら単語の最後の文字を見てみますと、それぞれ、ド、ズ、ブ、グとなっています。これが対応する無精神となります。つまり、ドがプになりまして、ズがスになって、ブがプになりまして、グがクになります。 もう一度聞いてみましょう工場ザボット物語ラスカスクラブクルップ友達ドルクさて今日までに学習した単語のうち変則発音のものを一通りまとめておきましょうまず先ほどお話ししました五末の優勢シーンが無声化するもの 書いてある通りの発音をまず、アーラさんにしていただいて、その後、実際の発音を読んでもらいます。まず、クラブという意味の言葉。クルブと書いてあるのですが、クルブと読みます。男の友達。ドゥグ。実際には。ドゥル街。<町>ゴロッド。実際には。ゴレッ昼食。オディド。実際には。 工場。実際には。と読みます。次に、アクセントのないイエが曖昧化して、イのように発音されるものです。暖かい。実際には。と読みます。もう一度聞いてみましょう。お,お分かりいただけましたでしょうか 次はアクセントのない「O が曖昧化して「あ」のように発音される単語たちです。たくさん。これが実際には。と発音されます。ちょっと。実際には。悪い。実際には。言葉。実際には。いつ

実際には、スパシーバー、ミルク、モロコ、実際には、モラコ、と発音されます。え、さて、実践編に入ってまいります。今日までに習った言葉を使って、天気の話をしてみましょう。想像してください。表へ出たら、ひどく寒かった。そこで一言、寒い、嫌だな。もちろん、ロシア人といえども、寒いのは嫌です。 前回学んだ、いつという意味の、という単語を関係代名詞として使って、寒いとき嫌だ、寒いのは良くないというのを次のように言います。のこの調子で会話を行ってみましょう。アラさんに続いて発音してみてください。寒いとき嫌だ。ええ、寒いときは嫌ですね。 Да, когда холодно, плохо. Астануаса самой Завтра утром холодно. Э, самой Да, холодно. Сурева йокнай. Самой токива йокнай. Это плохо. Когда холодно, плохо. Астануа хируа ататака Завтра днем тепло? はい、暖かです。だ、チプロ。いいですね。暖かいといいですね。明日は暖かですかはい、暖かです。だ、チプロ。それはいいですね。えって、はらっしさあ、寒い表から暖かい家の中に入りましょう。これは家です。 えたドーム家は暖かですかドームチプロはい、暖かです。そこに部屋があります。ここに机と椅子があります。では、窓はどこにありますか窓はそこにあります。 これは部屋です。комната. 机はどこにありますかそこに机があります。ここにスープとジュースとチーズがあります。これは朝食です。では、椅子はどこに あそこに椅子があります。ここにカバンがあります。What, Тут, 猫と犬はどこにいますか猫と犬はそこにいます。そこは暖かです。 さあ、今度は冷蔵庫の中を覗いてみましょう。そこに牛乳と水があります。では、そこには。そこには魚とケーキがあります。そこにスープと魚とチーズがあります。 それは昼食ですか это обед? はい、これは昼食です。это обед ありがとう。спасибо 朝食はどこですか завтрак? ほら、牛乳とチーズです。これが朝食です。и сыр это завтрак ありがとう。спасибо また、家族と次のような会話があるかもしれません。ママ、カバンはどこママ、グ е сумка? カバンはそこよ。сумка カ・タム。これは、アという文字ですかアえ、これは、アという文字です。だ、え у к в はア。では、オという文字はどこですか г グ е б ボ к は а う そこに、おという文字があります。犬と猫は家にいますかはい、家にいます。ドマ明日の朝は寒いですかええ、寒いです。それは良くない。では、明日の昼は あ、ザフトデニョン昼は暖かです。姉は家にいますかシスドマええ、家におります。ダドマでは、兄はアブラッ兄はそこにいます。ブラッタムこれは水ですか、それともミルクですか

パパ、グジェママママは家だよ。ママドーマ。この人は誰れ Kto いてこの人はアントンです。えた、アントン。アントンは友達ですかアントン・ドゥク。ええ、友達です。да, друг これは兄と姉ですか это брат и сестра? ええ、これは兄と姉です。だ、брат и сестра。彼はイワンで、彼女はインナです。おん、イワンアナ、インナ。アンナ、この人は誰アンナ、кто это? この人はアントンよ。えた、アントン。彼は友達なの。オン друг。家にいるのは誰ですか 誰が家にいるの家にいるのはイワンとインナです。ドマイワンイインナ。じゃあママは？アママ。ママも家にいます。イママドマ。ここで注釈ですけれども、ロシア語の接続詞イ何々と何々という時のこのイですが。 これはそのとという意味もありながら、一方で、何々も何々もという時のもの意味もあります。さあ続けてまいりましょう。授業はいつですかろくかくだ。授業は明日です。ろく朝食はいつですかかくだ。朝食は朝です。 では、昼食はいつですかあカダッ昼食は昼です。ママ、ケーキはどこほら、ここに。ありがとう。ーーこれはジュースええ、ジュースよ。 だ、そじゃあ、牛乳はあ牛乳はそこにあるわ猫はどこ猫はここよじゃあ、犬は犬はあそこよサバカタム。んアンナ、アントンはどこ アントンはここよ。アントントントゥじゃあ、イワンはアイワン。イワンもここよ。イーワン тут。これは、工場という単語ですかえたすろわざわつええ。だ<ー>。この文字は、デですか、テですかあえて僕はで、いりて。これは、デです。 えたで。ありがとう。Спасибо. これは、昼食という単語です。ここには、おうという文字がありますかそれとも、ああという文字がありますかここにあるのは、おうという文字です。ありがとう。Спасибо. これは授業です。ここにグループがあります。えた、うろく。わた、ぐるっぱ。それは、誰ですか Это кто? それは、アンナ、インナ、イワン、そして、アントンです。н た、アン н а Иван и Антон 以上、本日は、新しいシーン。Г К ズスハそして、いくつかの単語を学び、発音上の規則。つまり、単語の最後の優勢シーンが無性化するという規則を学び、また会話の練習をしました。ロシアの声日本語版ウェブサイト、ロシア語講座第3課のコーナーに、本日の内容の文字、音声が掲載されております。復習にお役立てください。なお、いくつか練習問題もご用意しております。 正解はやはりサイトで一週間後に発表いたします。ご検討を。さて、ロシア語講座お別れの時間です。番組では皆様からのご質問等をお待ちしております。E メールアドレスの宛先は、v o s t o k v o s t o k r u v r r u です。それではこれにて、ロシア語講座第3課を終わります。